うわ、すごっ、すごっ、細かこれは大好物のやつですね。うわ、卵やした。まあ、卵敷いてることで、まあ、がっつり食べられますし。まあまあ、今のはな。今日は、箕面の船場。よいしょ、 よいしょ。今日行くとこ、どこが入り口なんていうところなんですけど、一応のこのビルって、そう、地図上はね、ここということで、あ、すごい脱出ゲームみたいなこと書いてるっす左の搬入口から入り、右側の、あ、なるほど、太陽のエレベーターより3階までお登りください。こんなところにカフェがあるとは。おお、分かりやすい。赤いこちらのエレベーターに乗って行くと、不思議な喫茶店、ほんまに不思議ですね。お話もらいましょうか。はい、行きましょう。テイクアウトも OK ということで。いや、いや、あいや、あいやですね、これは。やば、秘密基地感めっちゃあるっすね。ちょっと入るの勇気いるけど、ちょっとね、うん、確かに入ったらどんな風になってるんですかね、楽しみですけど。ちょっと怖い、ちょっと怖いな。さあ、じゃあどうぞ、お兄さん先に。おー、めちゃくちゃ雰囲気いいな。わ、すごっ。え、おお、すげえ。大量の家具があります。あ、こんにちは。あ、こんにちは、お願いします。お世話になります。よろしくお願いします。お願いします。梅田サイファーのペコです。お願いします。よろしくお願いします。エレベーターを降りると漂ってくるコーヒーの香り。今回訪れたのは隠れ家喫茶店、北摂焙煎所本店カフェマタン。繊維会社のビルの一つのフロアを借りて営業しています。じゃあおすすめをいただきたいんですけど。はい、わ、はい、かりました。そしたら、ミノーブレンドというものを北摂焙煎所作ってまして、こちらを一杯ご用意させていただくものと、はい、もう一つはラテを、ラテ、ラテアートとかちょっと可愛くしたりしているので、それを飲んでいただきたいなと。ね、ラテアートに目がないですもん。いや、マジでラテアート好きなんで。わかりました。ちょっと一生懸命頑張って。ありがとうございます。入れてきます。よろしくお願いします。します。いや、でもいいですね、これ。広々としてて。うん、で、なんかそんなにこういう場所やから人もガッて集まってないから。確かにそうですね。うん、過ごしやすい。景色がやっぱり。うん、いいっすよね、うんうん、なんか外見ながらとかもいいっすよね、うん、なんか夕暮れ時とかすごい綺麗そうっすよ、うん、確かに。すみません、お待たせしました。 ありがとうございます。先にこちらがマタンラテですね。うわ、すごっ、すごっ、細かっ。じゃあちょっとこれ映してもらっていいですか。ぜひ。ラテアート、すごっ、すごい技術ですね、これは。できるようになるまでどんぐらいかかるんですか。いや、でも人それぞれかと思いますけど、私すごい不器用なんで1年以上かかりましたね。ああ、本当ですか。でもできる方はもう3ヶ月くらいできる方もいてますけども、はい、すごい、なんか繊細な、うん、細かい、液体すごいなと思う。そうやな。じゃあちょっといただきます。はい、どうぞどうぞ。はい、うん、美味しいです。ありがとうございます。上の部分結構濃い感じがしたんですけど、そうですね、はい、ただなんかこうミルクと混ざるとすごいすっきり飲める感じが、はい、この箕面の北摂の方たちは結構深入りのコーヒー好きな方がすごく多いので。そうなんです。なんでそのお客様たちに向けて結構深入りのものばかり取り入れてはいてます。へ、やっぱ地域柄あるんですね。ありますね、全然。自分は結構濃いのが好きで、はい、だからめちゃめちゃ好みですね。ありがとうございます。あと箕面ブレンド、あ、ありがとうございます。はい、当店ホットコーヒーには焼き菓子のフィナンシェ添えてますので、こちらもよければお食べください。かわいいフィナンシェ。フィナンシェめっちゃかわいい。そっちから見えないですよね。なんで見せてくれへん。箕面ブレンド僕なんで。めっちゃ美味しいです。 ありがとうございます。めっちゃ美味しいですの前に熱っていう。絶対熱くないはずなんですけど。なんかどしっとくるって言ったらおかしいんですけど、なんかしっかり味が、うん、二言目出ないですよ。
店名の由来とかは。店名一応北摂焙煎所本店カフェマタンっていう名前なんですけど、カフェマタンっていうマタンっていうのがフランス語で朝っていう意味なんですけど、はい、この箕面のエリアであまりモーニングをされてるカフェが少なかったのと、まあ、朝から美味しいコーヒーをあの気軽に飲んでいただけるカフェを作りたかったので、マタンっていう名前で名付けました。なるほど、おしゃれですね。バイスのすごいコーヒーのその焙煎のされてるものとか、はい、まあ、その他のメニューとかも全部店長さんが考えてるって感じ。あ、そうですね、一応全て、はい、コーヒーからあと、まあ、お食事とかも提供しているので、うん、まあ、そのあたりも一応そのどういう経歴で、はい、そうそう、あ、家業がイタリアンをしているので、あ、まあ、高校生で学生の間にもアルバイトで手伝わさせていただいて、父親のもとで就職して、うーん、でイタリア料理を学んで。特製トマトソースにウインナー、ピーマン、玉ねぎを、鉄板に卵を流しパスタの下に敷くのがマタン流。おこちらが、鉄板ナポリタンです。鉄板じゃない、はい、これはナポリタン大好物ですね。これは大好物のやつですね。うわ、卵や下、あ、もうええ匂い。どうですか。うん、めちゃめちゃ美味しいです。結構酸味強めのトマト感というか、あ、さっぱりした感じ、さっぱり食えるっていうか。一般的なナポリタンケチャップであえて仕上げるところが多いんですけど、うん、ケチャップだけではなくて、あ、ちょっとイタリアンやってたんで、うん、あのオリジナルのトマトソース、オリジナルのトマトソース合わせてあのソース作ってるので、多分そのあたりでちょっとさっぱりと召し上がってはいただけるのかなというふうには思います。それですね、はい、うん、で鉄板なんでもうめちゃめちゃ熱々で食えるん で、うん、で下にこの卵を引いてるのも初めて体験しますね。あ、そうですね、はい、まあ、卵敷いてることで、まあ、がっつりやりますし、まあまあ今のはな、まあ今のはあの食レポとしては大失敗ですよね。あ、猫舌出た。そう、さっぱりしてるだけじゃなくて、なんかその後になんかちゃんとこう濃い味が来るというか、はい、すごい、なんか初めて食べるような感じです、ナポリタン。わかる。やっぱ家でナポリタン作ってもやっぱケチャップの味しかせへんので。そうですね。家で作れるものでお店で出してもあれなんで。まあもちろん間違いない。そりゃプロですもんね。やっぱ俺も誰もが踏める言い踏んでったらあかんってことですね。そういうことでございます。パーカンスだよ、はい、ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でお二人の話を聞いていきます。梅田サイファーとしての今後の展望みたいなありますか。うーん、メンバー2万人にすることですね。もうちょっとそれ争いが多くなりすぎるんで本当にやめたい。まあメンバーそれぞれ多分違う目標を掲げてる可能性はあるんですけど、まあ、自分はやっぱりより大きい会場でのライブをまずは目標とはしてて、まあ、なんかそうですね、ワンマンで埋めれる規模が少しずつ大きくなってきてるんで、まあそうですね、まあ、日本のここでやればまあ間違いないっしょっていうところでライブができたらなっていうのは思いますね。全員ラップでしばきたいですね、メンバーを。あ、倒す。そうそうそう、いや、あの、まあ、一番かっこいいラップをするっていう意味合いです、はい、ついに通訳、はい、ついに通訳つきました。